に行く気だろう。鍛錬を途中でやめてしまうつもりなら少し気にかかるところだが、しかし何か理由があるのかもしれない。部外者が立ち入るべきではないだろうし。小十郎さん、今よろしいでしょうか。元意か。どうかしたのか。ご無礼を承知で伺いたいことがあります。重実さんについてです。重実？はい。今朝私は重実さんと鍛錬をご一緒させていただきましたが、途中で重実さんは用事があると訓練場を後にされたんです。一回だけならともかく、ここ最近彼は鍛錬を中座されることが多く感じられます。政務などでお忙しいのだろうと思っていたのですが、甘味などを食べている姿を見かけたこともあります。彼はとても腕が立ち学ぶことも多いのですが、鍛錬を中座してまでも出かける用事とはどのようなものなのか気になって。そういうことか。あいつはまた。また？ああ、重実はもともと稽古が嫌いなやつだな。何度も言っているが、鍛錬を怠るのはよくある話だ。そうだったのですか。だがあいつなりにやるべきことはやっている。それは確かだ。甘いと思われるかもしれないが、気にしないでおいてもらえると助かる。はい、小十郎さんがそう言われるのであれば。鍛錬ばかりでは仕事が終わらない。町で小右衛門の情報を集めなければ。あの後ろ姿は重実さんか。今日も用事があると言って鍛錬を中座していたが、町に向かうのか。小十郎さんはああ言っていたが、少し後を追わせてもらおう。こんにちは。見回りかと思いきや、よろず屋に入っていったぞ。こんなところに何の用事が。おっちゃん、頼んでおいたやつあるか。頼んでおいたもの、政務に必要なものだろうか。ああ、それそれ、ありがとな。また来るからその時もよろしく。どうやら買うものはいつも決まっているようだ。手に持っているのは玩具。子供が欲しがりそうなものだ。一体なぜ。ただ町へ遊びに来たわけではなさそうだが、目的が何なのかまだわからないな。もう少し様子を見てみるか。確かこの民家に入っていったな。来たぞ。調子はどうだ。子供、怪我をしているな。そっか、もう少しで治りそうか。よかったな。もうヤクマが出そうな場所へは行くなよ。ほら、これはお見舞いだ。これなら家でも遊べるだろう。みんなと外で遊べるまで寂しいかもしんねえけど、元気になるまでは俺が遊びに来るからさ。だからもうちょっと我慢するんだぞ。そうか、玩具はあの子のために。じゃあ俺は城に戻るぜ。また様子見に来るからな。重実さん。ん？え、ゲイじゃねえか。ていうかどうしてここに。申し訳ありません。実は重実さんの後をつけさせていただきました。え、なんでまた。余計なことだとは思いましたが、重実さんが鍛錬を抜けられるほどの用事が気になってしまいまして。ああ、そういうことか。そりゃ気になるよな。すみません、そっとしておくようにと小十郎さんから言われていたのに、出過ぎた真似をしました。いや気にすんなよ。俺も言ってなかったのが悪かったんだしさ。ま、誰だって不思議に思うよな。お前のそういうところは真面目だなとは思うけど、別に嫌じゃねえから。ありがとうございます。それで、あの少年について聞いてもよろしいでしょうか。
あいつはこの前森でヤクマに襲われてたんだ。なんとか間に合って最悪の事態は避けられたんだけど、足を怪我しちまってな。あのくらいの時期に一人で家の中でじーっとしてるなんてかわいそうだろ。それであの玩具を。ああ、俺がもっと強ければ怪我をしないで済んだかもしれねえし、詫びみたいなもんだ。これが重実さんの用事。小十郎さんの言葉は信頼から来るものだったのか。難しい顔してどうした。いえ、あの少年早く良くなるといいですね。ああ、そうだな。よし、用事も終わったし城に帰るか。